2020年2月14日金曜日ですね。もうですね、13時ちょっとね、過ぎましたね。朝方ね、ちょっと雨降ってたんですけども、もう今ですね、もう晴れてますね。お昼ちょっと前ぐらいからね、天気良くなりだしてですね。今はですね、もう本当快晴ですよ。快晴に近い。さっきまで快晴だったんだけどね、あの山の向こうからちょっとね、雲が出てきた。もしかするとね、夕方ぐらいからね、ちょっとね、またね、曇って雨になるのかな。まあ今はね、ここはね、いい天気ですよ。でね、今ね、山口県のですね、ずんずんずん、下関に来てますね。下関来てですね、今日5日目かな。で、ここのですね、下関のですね、武道館を起点にしてるんですけどね、武道をやるわけじゃないんですけどね、ここにね、トレーニングルームがあるんですよ。ね、体鍛えられて、ね、お風呂代わりのシャワーもできるっていうね。310円です。なので、銭湯よりも安いというね。まあ、シャワーだけですけどね。だからここのね、武道館のね、トレーニングルームはね、ちょっとね、あんまりちょっとね、いまいちはいまいちなんですけど、ちょっと2つのいまいちがあって、1つは、まず、トレーニングのね、機会が、少ない。今までで一番少ないですね。あまりね、整ってないですね。背筋鍛えるのがないですね、まずね。で、あと、お風呂。お風呂がね、これトレーニングルームもそうなんですけども、更衣室お風呂と寒いんですよ。まあ冬っていうのもね、あるでしょうけど、寒いんです。で、寒いだけじゃなくてね、更衣室とね、シャワールーム、シャワーブースがもうね、冷たいんですよ、足が。もうコンクリ、直コンクリみたいな、コンクリになんかペイントしてみたいな、そんな感じのところなんですよ。なので、もうすっごいね、冷たい。1日目はね、低体温症になっちゃいました。低体温症でいいのかな。普通手で足を触ると足あったかいじゃないですか。手よりも足の方が冷たいんですよ。で、お尻も足お尻の方が、ね、手よりも冷たいんですよ。手の方が冷たさを感じちゃう。普通ね、あったかさを感じるんだけど。でね、もうね、半日ずっとね、もうあったかくしてね、寝てました。そしたら治ったけどね。まあ良かったけど治った。ただもう3回は行ってるかな。捨てないでね、ビーチサンダル的なものをね、取っといてよかったですよ。それをね、履いて、更衣室のね、シャワーブースで。それを吐きながらもうね、シャワーしてますからね。であれば、もうね、そういうね、低体温症にならないで済む。ので、そうしてます。で、今ね、その武道館から、ズンズンズンとね、この、スーパーセンタートライアル下関店、ここに来てるんですね。安いんですよ、ここ。トライアル。もうね、朝ね、朝ごはんここでね、買って食べましたけどね。他にね、ビッグとかもあるんですけどね、こっち側に。ビッグとか、あとね、アルクとかね。これは昨日行ったんですよ、ビッグ、アルクがね。で、あとコインランドリーも行ってね。で、コインランドリーね、結構たくさんあるんですよね、この辺りね。ビッグにあるし、このアルクのね、ちょっと、隣の隣の隣あたりがセリアで、その隣にね、ランドリーがあって、道路を挟んだ向かい側にも、デポっていうね、
ランドリーがね、あるんですよ。でね、セリアのね、向かい側のランドリーで洗濯して、乾燥機はね、このデポでやったんですけどね。なぜかというと、ちょっとね、セリアのね、脇のね、ランドリーはね、ちょっと古めなんですよね。で、狭い。でね、大量にね、洗濯物があるので、やっぱり広いところの方がいいんですよね。畳んだりするのにね。で、それでね、デポにね、乾燥だけ行ったんですね。なんでデポで洗わないのかっていうと、高いからね。このセリアのね、横にあるランドリーの方が、安かったから。ただそれだけなんですけどね。まあ、あとそんなに汚くもなかったからね。中にね、汚いところもあるからね、そういったところはちょっとパス、安くてもパスはするんですけど。ただね、ここのね、下関のこのね、デポはね、ちょっとね、ここはね、値段、お高めですね。普通だと、毛布までね、衣類全般プラス毛布までひっくるめて、だいたい200円なんですよ。厚手のものはちょっと半乾きのものもね、あったりするけども、ただそれはちょっと太陽でね、乾かしたりとか。で、200円で、まあね、まずまず200円で済むんですけど、毛布含めてですよ。200円で済むんですけど、なんと、ここは毛布なしで300円。しかも、ちょっとね、半乾きのものもあったみたいなね。なのでね、お高めなんです、ここ。残念。ちょっと残念だった。乾燥機が悪いっていうわけじゃなくてね、時間が短くしてるんですよ、ここ。普通だとね、22キロとか28キロドラムね、28キロドラムかな、28キロドラムでだいたい100円で9分なんですけど、ここ100円で7分なんですよ。だいたいよその、ランドリーと比べてね、この下関だけじゃなくて、他のね、他県でのデポなんかでも、比べると、2分短縮してるんです、こっち。2分短いんですよ。なのでね、乾かない。2分の違いって大きいですね。でね、300円使ってまでも、ちょっと半乾きのものがあったっていうね。しかも毛布なしでだからね。だから多分ね、いつものように毛布も洗って、毛布も乾かそうとすると、もうね、300円で済まないですよね。もう400円、500円。もう倍以上かかっちゃうっていうね。今までのところの倍以上かかっちゃうっていう感じになっちゃうんで。逆に良かったです。毛布やらないでね。で、今は、このね、トライアルに来てるんですけど、で、このトライアルにね、来る前に、途中ね、体育ルームのあるね、武道館から途中、ちょっとチェック入れたんですけどね、車中泊できるんじゃないかな、みたいなね。そういうところがね、ちょっと、このね、道路のこの退避エリアっぽいような、ちょっとここ。どうかな、狭いかなとか思ったんですけどね、トレーラー引いてるね、奥の車でもね、OK でしたね、ここ。とか、あとね、ここ。ここね、この角、ここ。OK でした。ただね、民家からね、200メーターぐらいなので、ちょっと見えちゃうんでね、連泊はね、ちょっとね、難しいかな。もう夜行って朝起きて、みたいな。一泊がいいとこかもしれないですね。で、今はこのトライアルになぜ来てるかっていうと、この新幹線がね、近くに通ってるんですよ。新幹線が。で、下関って言えば、関門トンネルじゃないですか。ね、道路の関門トンネルあるし、あと歩きの関門トンネルあるし、で、ね、この新幹線の関門トンネル。でね、新幹線の関門トンネルの入り口がなんとここなんですよ。
ここそんなね、関門トンネルの入り口とか書いてないですよ。新幹線の場合は、電車の場合は。歩行者のね、関門トンネルの入り口は、ここみたいな感じのね、なんかありますけど、電車はありません、新幹線は。で、偶然ね、見てたら、ね、新下関駅が近くてね、線路が通っててね、みたいな。で、山があって、みたいな。あ、ここから入ってく、みたいな。でね、このね、トンネルのね、真上にね、出られるんですよ。トンネルの真上に、ここ。ただ、お墓なんですけどね。真上がお墓になっちゃった。お墓の通路の階段の、このね、階段のところがちょうど真上みたいな、新幹線の線路のね、階段のところが真上になってる。なので、ここに行くとね、真上からね、真正面からね、新幹線、こうね、トンネルに入っていくのがね、見えるんじゃないかなとか思ってね。それでね、ちょっとね、今ね、動画、これ撮ってるんですけど、ただね、まだ行ってないので、そのポイントに行って本当に見ないと、ね、新幹線が見れるかどうか分かんないんですけど、何かね、壁みたいのができてたりとかね、ちょっと分かんないですけどね。なので、これから、ちょっとね、歩きでね、このね、今、このトライアルのね、この屋上の駐車スペースに今止めてるんですけど、ここから歩いて大体5、600メートルなので、このままね、ちょっとね、動画撮ってね、行ってみたいと思います。よいしょ。車ここで止めて。朝ごはんはね、このトライアルでね、ちょっとね、買ってね、食べたんですけどね。お昼ごはんもね、ここでね、ちょっとね、食べようかな。あ、ちょっとね、その前にね、喉が渇いちゃったので、水分補給先ね、ちょっとね、しますよ。でも今日はね、朝の天気からしたらね、一日中雨かなとかね、思ってたんですよ。もう一面雲のなんだもん。一面雲だったのが、お昼近くになったら、ちょっとね、天気がね、良くなりだしの、もう今はね、快晴に近くなりの、良かったです。あ、ちょっとね、手袋しておこうかな。ではね、ちょっと店内通ってきますのでね。ちょっと下向けていきますよ。ね、人映っちゃうといけないから。
ワイヤル出ました。吸ってるかな。すぐね、あの道からね、川沿いの道に来るんですよね。で、川沿いのですね、道を行くとすぐ、あの線路も見えると思います。あ、カモがいた。結構この川が浅いからカモが水の中歩ってる。ところにも魚がいるんだな。でもカモがいるっていう、あれか、あ、カモって魚じゃないか、魚じゃないんだっけカモって。あ、飛んじゃった飛んじゃった、やばいやばい、かわいそうだ見られてるってカモに思われちゃった。でもうね、すぐね、そこがね、線路なんですよ。あ、今もね、新幹線がね、あれ新幹線ですよね、多分。あ、新幹線ですね。通ってきましたね。で、今道がね、どうなってたかな、あの線路の下通って確か行けたよね。あ、線路の下行けたと思うよねって、橋が
橋が線路よりももっと先にありました。随分なんかここカモ類が多いんだね。なんだろうあれ、初めて見るなんか鳥がいる。カモ類なんでしょうけど、あれオスだね。オスとこっちがメスだ。ほんと、ああ羽の付け根がグリーンでね、光ってて綺麗ですよ。初めて見る。あのカモは羽の付け根がブルーだね。なんか見慣れない鳥が。多分羽の付け根がすごい目立つ綺麗な色してるっていうことは、なんか飛んでる時にね、飛んでる時に迷子にならないようにじゃない多分ね。線路ね、通り過ぎちゃって、行き過ぎちゃいました。なんて読むんでしょうね、この漢字ね。この漢字ね。なぜこれ映したかというと、あのね、車中泊向けに、多分あれトイレでね、あの外側にね、水道が、ちょっと水道らしいものが見えたので、それで今、ちょっとね、止まってみました。かもしれない。天気がいいからね。だいぶぐるっと回っちゃって、はい、線路です線路ね、ここからね登っていけると思うんですよ。
急ですね。はい、ちょっとね、ワーカーの階段ですよ。ワーカー行く階段。ちょっと失礼します。バッチリじゃないですか。こっからバッチリじゃないですか。こっからねえ、こっからもバッチリだけど、もっと真上から行けるかな。やっぱりね、あの線路のね、あ、ちょっとね、行けないね。真上、真正面からっていうのはちょっと難しいかもしれない。うん、やっぱ若干ね、空き地みたいな感じに作ってありますよ。物落っこっちゃいけないしね。うん、ねえ、ちょっとね、ここからだとね、これ見えないですよね。うん、でもね、このね、上あるんですね、この階段が。ちょっと失礼します。失礼します。失礼します。で、ちょうどね、ここの階段がね、階段のこの真下にね、新幹線が走ってるんですよ。ほら、この辺り、失礼します。ちょっとね、新幹線取りに来ました。うん、ああ、もうね、真正面ですよ、真正面。ね、この真下にね、この真下に、ちょっとピンボケでしたね。この真下に新幹線が走ってるんですよ、これ。今立ってる真下に新幹線。ね、こんな感じですよ。うん。来ますかね。よいしょ。ちょっと座ろう。ね、ちょっとね、新幹線来るまでね、ここで待ってようかな。うん、どのぐらいね、待ってて来るか、どのぐらい待ってたら来るかな、新幹線。うん、なんかね、新幹線だと思うんだけど、音がしますよ。あ、来た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 。短い、あの車両。あの新幹線の車両短い。なんか3車両か4車両しかなかったよ。3車両か4車両しかない。ただね、新幹線がね、今小倉の方からね、九州の方から来た新幹線ですけど、トンネルくぐってきた。短かったです。3車両だったかな、4車両かな。うん、あの線路のね、横にあるマンション、あそこからだともう毎日見れちゃうの、これ。新幹線好きの人にはもう本当にね、もってこいのマンションですね、あそこのね。トンネルから出てくるところはもう見えちゃうんだから、毎日のように。まあ特段ね、新幹線好きとかね、電車好きっていうわけでもないんだけれどもね、まあなかなかね、うん、珍しいかなと思ってね。まあ地元の人はそんな珍しいもんじゃないでしょうけどね。なんて言ってもね、これ関門トンネルの入り口ですよ。関門トンネルの、新幹線の関門トンネルの入り口なのでね、こうやって来てるんですよ。
まあ、ただのね、あのトンネルの入り口だったらね、まあね、数えられないほどね、やっぱりありでしょうからね。ただ、関門トンネルね、あの、下関口の関門トンネルの入り口はもうここだけ。っていうことでね、しかもね、あの、偶然ね、あの、トライアルっていうね、安いスーパーにね、あの、来たら、もう歩いて行けるようなところにあったという、新幹線の関門トンネルの入り口が。なので、ちょっとね、あの電車が来るまで、どのぐらいで来るんだろう、今何時かな。来るまでちょっとね、ここでこうしていたい。九州の方からね、今ね、1台来ましたけど、九州の方から来るときにはね、ちょっとね、音と振動でね、あ、来た、来るっていうのがね、分かりましたね。ただね、新下関駅からね、来るときにはどうなんでしょうね。なんか音とか、なんか振動でわかるかな。どうでしょうね。今の時間帯ってあんまり来ないのかな。来たあの初日のね、あのもう暗くなって夜なんですけど、この先にもあの夢マートっていうのかな、やっぱりスーパーがあるんですよ。でそこからね、なんか電車が見えたんですよ。あれ新幹線もしかしてとか思ってね。ただね、在来線かもわからないし、ちょっとね定かじゃなかったんですけどね。まあ今日ね、ここ来てね、もう新幹線っていうね、確証をつかみましたから、こうね、登ってきました。登ってきたけど、登ってきたけど、新幹線が来ない、まだ。ちょっとね、ここね、今ね、階段のね、ちょっと、お尻がちょっと、冷たくなってきた。あの階段脇のね、草むらに今いるんですよ。ちょうどね、本当にね、階段の脇の草むらだからね、お尻が草についちゃうとね、お尻が濡れちゃうんだね。でちゃんとね、時間をちゃんとね、見てくればよかったかな。どのぐらい待ってると来るかな。まあ10分ぐらいでね、来てくれればいいんですけど、まだ、多分ね、1時間待ってれば来ると思うんですよ。必ず1時間に1本はね、あると思うんですよ。ただ1時間ね、このままね、いるっていうのもちょっと辛いところがあるし、多分1時間もね、あの動画撮ってられないかなとか思うんですよ。どうなんだろう。バッテリーがね、持たないか、メモリーが持たないか、みたいな感じで切れちゃうかもしれない。あ、来た！お、早い早い。飲み込まれてきました新幹線。ただね、この価格だとね、迫力に欠けるわ。迫力に欠けるからね、ズームアップしたいですよ。ズーム、あ、もうこれ以上ズームできないのかな。あ、できた。これ以上ズームはできないかな、デジタルズーム。
本当はね、今映ってるね、トンネルのね、入り口の屋根、あの上ね、登れてたら一番いいんですけど、あそこはもうね、無理ですから、入れないようにね、ね、有刺鉄線とかね、ちゃんとガードしてますからね、ダメですよ。それも乗り越えて行っちゃおうなんて思っちゃダメですよ、あそこは。あそこ入っちゃダメですよ。なので、そこ以外のね、ベストポジションに今ね、陣取ってますよ。これね、ちゃんとしたね、ビデオカメラとかね、望遠のね、写真、カメラ、望遠のカメラだったら、もうね、バッチリね、撮れるんでしょうけどね。デジタルズーム、デジタルズームしかないスマホですから。で、最大デジタルズームにはね、したと思いますよ、これ。これ以上、ズームはいかないよね。これ以上、ズームいけませんよ。またね、来てくれるかな。ただ、今ね、走ってった新幹線は、ちょっとなんか、色あせてたような、ちょっと色味的な、色味的なかっこよさがちょっといまいちのような感じが受けたんですけど、どうだったんでしょうね。どうなったんでしょう。また来てくれないかな。来た来た来た。来ましたよ。今度ゆっくりめですよ。ゆっくりめ。入ってきました。入ってますね。ゆっくりめに走ってますね。ただね、ただ屋根はね、ちょっとね、屋根はちょっと新幹線の屋根、色味が地味。ちょっと色味があまりにもね、さすが屋根まではね、っていう。色味がちょっと地味でしたね、新幹線の屋根は。さすがに電車、屋根まで気は使わないよ、みたいな。でね、取れたのでね、ちょっとね、取れたので、降りてね、行きますよ。で、先ほどね、ちょっとこう、斜めからね、取れてたところあったし、こっからの方が良かったかな。こっからの方が。こっからのは、こっからのは良かったかな。ただね、やっぱりね、いろんなものがね、いろんなものがあるからね、ちょっと邪魔しちゃってるよね。いろんなものがあるから、少し斜めのところから、やっぱりさっきのね、ちょっと斜めのところから、ね、もう一本取ってね、それで終わりにしましょうかね、新幹線来たら。ここからのはね、遮るものがないからね、いいかもしれないしね。ちょっとね、人んちのベランダまで映っちゃうんだけども、ここだとね、人んちのベランダまで映っちゃう。こんな感じかな。縦の方がいいかな、縦にしちゃう、縦。途中から縦だからね、横になっちゃってると思う。
実際動画で見るとね、横になっちゃってるかもしれない、途中から。でも横のままだとね、人ん家のベランダまじまじ映っちゃうからさ、まじまじ人ん家のベランダ映っちゃう。じゃね、もう一台ね、もう一台取れたら終わりにしましょうかね、ここから。まあ、いつ来るのやら、いつ来るのやらわからないんだけど、ちょっとね、いつ来るのかわからないからね、ちょっとね、あ、来たかなと思ったらちょっとね、スイッチオンしましょうかね。これ多分ね、メモリーとか持たないと思うんだよね。ということでね、一旦ね、終わりたいと思います。